考えられないぐらいの劣化が起きているとでその劣化も全象徴的に起きているというふうに言わざるを得ません。厚労省は野党に対し3つの法案で4か所のミスがあったことを明らかにしました。 そのうち新型コロナの特措法については罰則規定の条文の引用箇所を間違っていましたが与野党の修正協議で削除されているため今の法律に問題はありません菅総理大臣は参議院の予算委員会で度重なるミスについてあってはならないことだ大変申し訳ないと陳謝しました。